毎回じゃあ、あれかな、明けましておめでとうございますからですね。あ、そうですね。はい。明けましておめでとう。まあ、二宮さんとはもう何回もやってるから。3回目です。お医者さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。あ、これ、始まってる？はい。ゴーボタンを押しました。すいませんね。ゆるゆるでね。いいですね、こたつ。こたつ、入りました。これはぜひ、あの、入ってくれてると思いますよ。ああ。え、中入ってますよね。今回こたつ、電源入れてます。入ってます。この前、ずっと、なんか、いや、僕は入ってると思うんだけど、つってて。入ってるって言い張ってて。配信終わってから実は入ってなかった。そこの下りまで撮るべきだったねって言ったんですよ。よいしょ。じゃあ、あの、日本酒を。ありがとうございます。はい、お好きなもの、あの、これは奈良風の森、まあ日本酒好きだったら多分、うん、誰でも知っている飲みやすい、うん、はい、じゃあおはようございます。個人開催おめでとうございます。おめでとうございます。はい、いただきます。おはようございます。美味しい、うん、めちゃくちゃ飲みやすいんですけど、うんうん、16度あります。甘いですね。はい、まあこれだけで飲めるお酒ですね、うんうん、はい、そんな感じですよ。今回あの唯一のコレクターとして、ああそうなんです、ありがとうございます。そんな貴重なご参加していただいて、うん、呼んでいただいて、いやいや、もうありがとうございます。本当にあのご協力いただき、いろんなところでだいたい呼ばれると内田さんが喋るっていう立ち位置になることが多いと思うんですけど、そうですね、なんかあの顔出し完全 NG のね、あの方でもっとすごいコレクターの方がいるんですけど、うん、まあうん、なかなかこういう場で喋るのが難しいっていうのは、うん、いや、ありがたいですよ、そういう方がいてくれるだけで、うん、やっぱりちょっと僕らとかそのアーティストだったり、うん、そのまあ、企画者、まあ、もちろん新浪さんもそうだし、そういう側で話すと結構、まあ、そういう目線というか視点からになってしまうので、うん、やっぱりその収集する側というか、うん、まあ、その鑑賞する側だったりからのお話もぜひ聞かせていただきたいなと思って、うん、ちょっとお呼びさせていただきました、うん。このラインナップ確か去年もやりましたよね。ここでやったんじゃないですか、うん、1周年じゃなくて、そう、1周年の時のね、4月、はい、あ、そうですね、そうですよね、そうです、そうです。めちゃくちゃ星田さんって喋る人だったんだって俺はその時気づきました、うん、あれでも初めてかもしれないですね、なんか出て喋った、あ、そうですか、そのあ、そうなんですか、いやいや、そうだっけ、違いますかね、その後になんかマシモさんのね、あのブライトモーメントのタイミングでやられてた展示のところでも、はいはいはい、そうですね、だから、ね、そう、僕がそれは多分ここで、あ、話せる人なんだって気づいたからです。この人よ、ウルトラスーパーニューの、そうです、そうです、はい、あの時もやっぱりそのなんていうんですかね、アート寄りというか、そういういわゆるジェーンアートもあの時飾ってたし、はい、そのワンオブワンのアーティストもいたし、うん、でその時にこうそのあたり周辺を話せるコレクターの方っていうのが、まあ、僕の中であんまりその、まあ、コレクターの方とそもそもつながりを持ってることが日本の少なかったのもあったんで、うんうん、そういう意味では あそこで多分お会いしたのがきっかけでいいなと思ったのかもしれないですね。 うん、まあ、あの時も言ってましたけど、やっぱりこう日本でなかなかジェネラティブとか、うん、まあ、そのアート系 の NFT 集めてる人が、いや、少ないですよねって話したんですけど、うん、その後どうですか、なんか肌感ちょっとは増えてきたなとか。いや、増えましたよ。でもまあなんかブライトモーメント来て、銀河来て、うん、僕がね、銀河のやって、その時に、あ、日本人多いなって感じたんですよね。まあ、それでまたちょっと今の状況になったんで、減ったかもしれないんですけど。それはね。それはわかんないけど、でもまあなんか、
その高いものを買うとか、うん、まあそういう方も一部いますけど、うん、そう楽しんでる人は多くなったような感覚はありますけどね。うん、うん、まあそうじゃないですか。1年前はまだジェネラティブアートもスマートコントラクトのアートも日本ではマイナーな部類だった気がするけど、うん、ブライトモーメンツあって、それからプルフォーベックスとかもやって、いろんな展覧会とかイベントがいっぱいあったじゃないですか、うん、まあそれを経て NFT の中の、うん、なんだろうな、より視覚的なものに価値を置いているものはちょっと値下がったりとかしたかもしれないけれど、うん、よりその美術的な作品においてまだまだ注目が集まってたと思うし、うんうん、1年前と比べたらだいぶ変わってる気がしますよね。そうですね、なんか結構いろんなイベントに行けたので、うん、去年は本当に、まあ、途切れることなくリアルでも NFT の世界でも楽しめたかなっていう感じはありますね。ブライトモーメントもあったし、まあ、その後の、ね、プルフォーベックスもあったし、うん、僕らでそういう感想を持ってはいるんですけど、星田さん的にはどうですか、その周り増えたなとか減ったなとか。そのジェネラティブアートに関して言うとあんまり増えた感はないんですよ実は。あ、増えた感じはないですね。なんかやっぱ IRL のイベント行くと、はいはい、なんかわかるじゃないですか、あ、いつものっていうんですかね、方がいらっしゃるなっていう感覚と、一時期あれ見たことない人いるなとか、うん、新しい人いるなっていう感覚もあったりして、まあ、もちろんね東京周辺に住んでなかったりとかすると、うん、どうしても地方で開催することって少ないので、うん、まあ、そういう意味では増えないっていうのは、まあ、そのここ周辺の話で言えばそうだっただけで、うん、そうですね。だからまあデジタルアートで NFT なんで、まあ別に、ね、現物っていうのはもうインターネット上で見れるわけですから、うん、本当分散してる人たちでこういう場に来れない人たちって結構いると思うんで、うん、まあ、私って知ってる人も九州の方に住んでる方で、ありがとうございます、コレクションしてる人いるんですよ。首買ってたりとか、おー、へえ、バースの首も一点物買ってらっしゃる方、すごいな、あれはいくらですか、40万か50万もしますよ。どうだろう、値段はちょっと調べてないですけど、でも一点物だったらそうでしょうね、うん、そうか。コレクター仲間とかコレクターコミュニティみたいなのってあるんですか。いや、ジェネラティブで日本は、まあ、パウチの会っていう NFT コミュニティで、うん、まあ、好きな人がそういうチャンネルで会話するみたいなのは、はい、あるんですけど、うん、まあ、そこもまあ数名、常連さんは数名って感じで、うん、はい、やっぱり相場が冷え込んでたじゃないですか、うんうん、結構静まり返ってる時も多くなったかなっていうのが2023年の後半ぐらいですね、うんうんうん、じゃあそういう、なんだろう、作品はもちろんいいっていうのはありつつも、うん、なんかマーケットの上がり下がりみたいなのを気にしてる人もいる。いや、まあ、基本的にやっぱりそういうところからクリプトとか入った人が多いですから、はい、投機的なね、そう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 、うん、やっぱり投機的なものってついて回ってるじゃないですか、うん、私こういうの入った時もね、アートブロックスってもうすでにジェネラティブアート知った時は投機対象になってて、はい、で、あ、これはもう面白そうだけどちょっと自分でこれを買い続けるのはきついなっていう感じの値段になってたんで、うんうん、まあ、当時はまだ2022年とかでそれなりの価格だったんで、はい、5とかで ね、 ね、そうなんですよね、言ってましたよね、うわーって言って、FX ハッシュ見つけて、うんうん、で、全然むしろこっちの方がいい作品いろいろあるのに安いって、はい、って言って買い始めたっていうのがあったんですよ、うんうん、やっぱりでもそういうジェネラティブとかも投機的にやっぱり買ってる人が多い印象でしたね、その当時、うんうん、最初に買い出したのっていつ頃なんですか、うん、2022年の 春だと思います。2022年の春、はいはい、2022年の春か、はい、うん、ああ、
ちょうどここが始まった。あ、そうでしたっけ。22年の春は。へえ、あ、そうなんだ。はい、僕がビールを買い出しに行ってきた時です。そうビールを持ってオープニングに来てくれた時です。いや、そうか。ちょっと聞きたかったのが、ありがとうございます。今、某ジェネレティブアーティストの方が名前出してもいいですか。名前出してもいいですか。あ、銀さん、銀さん、ありがとうございます。ありがとうございました。こういうスタイルでやってるね、たまに来たら。ここから友達にもなんかで、あの、なんて、送るのめんどくさくてもここにいるっていうような感じになっちゃう。1個聞きたかったのが、あの、まあ、1個っていうか1個じゃないですけど、それ以前ってアートとか、その、いや、 NFT 始める以前、あの、収集する以前ってどうだったんですか。興味とか、その購入、まあ、購入まではいかないにしても、はいはいはい、見に行くとか。いや、あの、普通に展示とかは、あの、大きい美術館 の、うん、あの、展覧会は行きましたけど、まあ、なんていうか、ギャラリー行って、はいはい、とか、オークションでアート買うとか、そういうことはもう一切、うん、まあ、あの、本当にアートを買うっていうのイメージって、あの、それこそなんか昔、あの、デパートとかでラッセンの絵とかね、うん、販売してたのあったじゃないですか、はい、なんか、なんかああいうイメージがあって、うんうん、なんかあんまり、あの、そういうものに対していい印象もあんまり持ってなかったっていう。大半の人が多分そうだと思うんですよ、うん、日本だと特に。それが、でも、なんかその NFT に出会って、うん、アートブロックスはちょっと高いけど FX ハッシュだったらいけるかなっていうような感覚で購入しようとしたわけじゃないですか、はい、てか、まあ、実際購入されてるし、はいはい、そこに至るまでの変化って何だったんですか。まあ、なんか、あの、まあ、PFP を最初に、まあ、みんなが通る道です。そうですね。 PFP 買い出した時があって、はい、で、あの、まあ、なんか、あの、楽しそうだったっていうのもあるんですよね。コミュニティみたいなのができてて、うん、ワイワイガヤガヤやってて、うん、で、なんかこう盛り上がってるし面白そうだなと思って覗きに行って、うん、で、いくつかちょっと買ったりしたのもあるんですけど、うん、まあ、なんていうか、あんまりこう投機っていう目的以外で腑に落ちるものがなかったっていうか、うん、いや、特にそういう、うん、うん、まあ、ありますからね。そうですよね。ちゃんとこの前1月に解剖してきましたよ。あ、そうです。ブルホベックス。面白い。面白い話がたくさんありましたけど、はい、まあ、そうですよね。投機的な目線で見るものは確かに多かった、ね。まあ、それってもう運営側がコントロールできないじゃないですか。うん、ある意味で。うん、だからこっちはそんなつもりじゃないんだよってやってても、うん、やっぱり売れれば、売れるものは全部投機対象になるから。そう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 。で、あとなんかやっぱり、あの、アニメのパクリっぽいやつとか、あと、ゲーム作りますとか、うん、結構なんかそういうのが多いじゃないですか。うん、で、まあ、僕はあのアニメもゲームも大好きなんですけど、はい、そうなんだ。あ、だポチタだ。あ、そうです。あ、ポチタはもともと漫画で、ちょうど、チェーンソーマンですよ。そうなの。ツイッターの、あの、うん、情報収集の、あの、アカウント作ろうと思って、その時読んでたの、あの、はい、チェーンソーマンで、はい、そこから適当につけて、そうかもなと思ったけど、そうだったんだ。そう、そのままただなんかコレクターの名前みたいな感じになっちゃって、うん、非常に、あの、人前でポチったって呼ばれて、ちょっとね、あの、はい、皆さん見えないと思うんですけど、ビジュアルがね、ポチったと言われれば確かにそうだけどっていう、なんて言ったらいいんですかね。でもなんか、ポチタさんを前にして、ポチタっていう名前聞くとちょっと愛着が湧きますね。僕は全然。好感が湧く。はい。新浪さんが新浪さんのように。そうか。だから自分も慣れてきてね、あの、うん、あんまり違和感感じなくなったのがちょっと逆にやばいなって。やばくはないんじゃないですか。僕も真っ白に違和感感じてないし、今。そうそう。で、やっぱりそういう、あの、自分が、あの、愛してやまない、あの、そのゲームとか漫画みたいなものを非常にこう
お金儲けに使ってるみたいな印象も あったんですよね。まあ、事実そういうプロジェクト結構あるし、そうなんですよ。だからなんか そういうところですごくうんっていうところもありつつ、特にその当時ってもうそれ目的みたいな人たちも結構いましたもんね。そうですね。純粋な、いわゆるプルーフオブ X で扱ったようなものじゃないものも結構出てたと思うんですよね。すみません、話をされたんですよね。だから、まあ、なんかそんな中でたまたま ケゾスのアートマーケットっていうのをそのディスコードで紹介してる人がいて、で、まあ、そこでちょっと興味を持って見に行ったら、まあそこ面白くてですね、なんかその結構そのアートっていうものから離れて久しかったので、久しかったとか、昔は美大行ってたんですよ。え？美大行ってたんです。マジですか？映像系ですけどね。そうなんですか？じゃあまあ素養が素地があったという。そう、まあ、ね、仕事として映像をやって、で今最近は自分では作ってないんですけど、そっか、まあ、そういう仕事もしてたんですよ。そこで納得がいった。はい、で、あと見て、まあ、面白いなと思って、本当にいろんなものが、あって、それこそテゾスって結構まあ、ちょっとアングラな、そうなんですよね、感じのするアーティストの人もたくさんいてですね、そうですよね、はい、それこそ私昔映画が好きでそういう業界に入ったんですけど、アップリンクとかってわかりますか？はい、いろいろちょっと問題があったよね、はい、結構アート系のね、なかなかこうメジャーな映画館でかかんないような、映画をかけたりとか、自主制作的なやつとかありましたね。ありましたね。そういうこう海外の知られざるアーティストの、アート映像みたいなのを売ってるようなメーカーがあったんですけどね、はい、なんかそういうのをちょっと思い出すような雰囲気があって面白いなと思って、いろいろ見てるうちにデジェネラティブに出会って、ジェネラティブアート見て最初見たのが多分ザンカンの作品とかだったと思うんですけど、最初見たのがザンカンなんですか？オブジェクトで見たんだと思うんです。で、コードで、もうオブジェクトなんですね。オブジェクトですね。もう2022年の変ではなくはもうオブジェクトになってましたね。大変なことが終わった後だ。終わったですね。復活した後だと思うんですね。はい、そうそう。で、まあ、ブラウザー上ですごい緻密なイラストがこう描かれていくっていうのを見て、なんだこれ面白いと思って。で、昔映像やってたんでそういうこう、まあ、ラインを動かしたり書いたりとかっていうのをこう、アドビのソフトウェア上でやったりしたこともあるんですけど、エフェクト的なやつですね。あんな複雑な絵をそのコードで描けるっていうこと自体、そんな全然、見たことがなかったんですごいなと思って、なんかそのジェネレーティブアートっていうものに対してすぐジェネレーティブアートっていう認識ってありました？あ、これってコードで書かれてるんだっていう認識ってすぐにこう感覚としてつかめたというか、僕正直そのジェネレティブアートを最初見た時にジェネレティブアートって分かんなかったんですよ。なんでこれがそんな高いんだろうとかなんだろう、要はこれが抽象画でなんか手書きで書かれてるとしか認識として最初なくて、それって別にもう最初からあ、これコードで書かれてるってスッて入ってきたんですか？そうです。なんかアートブロックスは知ってたんで、あ、なるほどね、そっちだったからか。アートブロックスは知ってて、ね、まあ、代表的な作品は、まあ、見たことがあったんで、なんとなくは、なんとなく知ってた感じですね。なんて、すみません。で、ザンカンを最初見られて、見て、その、まあビジュアルがこう描かれていく様子とか見て、おすごいと思って、でそのままこれどこで売ってるんだって言って FX さしてとこ行って、でそこでいろいろ見てるうちに、まあ、価格もね、買いやすいものも多かったし、ね、まあ自由な
プラットフォームなんで、まあ、世界中のいろんなアーティストの人がいろんな作風で作品出してて、うんまあ、すごくいいのもあればすごくまあ悪いのもあるっていう悪いというか、うんまあ、それこそあの何かをパクってそのまま上げちゃってるような作品もいっぱいあったんですよ、うんうんはいうん、だからそういうのもいろいろ見ながらあの作品をあの買っていくうちにハマっちゃったって感じですね。でもなんか作品多くは作品を買っても、うん、それってスマホで見たりとかパソコンで見たりとかがほとんどじゃないですか。その絵を買うようなものとはちょっと違う体験だと思うんですけど、うん、それでもなんか結構グッときて購入を続けられた感じなんですか。そうですね。なんかあのまあ多分結構初期の頃なんか本当にフレッシュだったんで自分にとっては、うん、あのちょっと見たことないようなものをあの新しいものを見てる感じがすごくして、はいうん、どのあたりがフレッシュだったんですかね。その作品が作品っていうのもそうですし、なんかあのそのブラウザーで表示をするっていう、うんうん、あのまあ、それが多分一番基本的なルールだと思うんですよ、はい、今のジェネラティブアート、まあ、多くはそうですね。多くはそうですね、うん、で、まあ、その中であの本当にこういろんなあのインタラクティブなものもあれば、うんあのまあ、本当に絵画みたいな表現を目指しているものもあればっていうのでいろんなことをチャレンジしているのがあって、うんまあ、そういうのをこう見たり調べたりしているのがすごい面白かったですね。あとなんかそのロングフォームっていう、うんあのものとか、うん、そういうあの、まあ、手法もいろいろその考え方も含めて、うん、見ていくのが面白かったっていう感じです、うん、こういうものがあるんだっていう、うんまあ、例えばなんかその絵画だったら一個の、 あの、まあ、真城さんさっきこの展示の作品説明するのに一個の色のパターンとか塗りのパターンっていうのを使って、うんはいあのまあ、4枚の絵を作るみたいなことでさっきお話ししてもらったんですけど、あの、まあ、そのパターンをこう作るっていうあのそのジェネラティブアーティストの人がそのパターンを作るっていうところにおいてもこう1個の こうなんか、まあ、枠組みを決めて、うん、でそのパターンの幅を決めてでえいってこうミントってボタンを押したらこうそのパターンの中で1線でも2線でも、うん、あの違う出力が生まれるっていう、うん、でその組み合わせのパターンってもう、ね、無限大に近いぐらい数があって、うんまあでね、でその中から作った人もちょっと思いがけなかったぐらいすごいいいものができるとか、うん、なんかそういうことをやってるっていう。ことしてはものすごい面白いなって思って、はい、人間じゃできないじゃないですか、うん、ランダム性はできないですよね、うんまあ、人間もなんかその書きながら選択して、うん、そこに着地するっていう思考が入っちゃうというかそうですよね、うんうんうん、そうね、はい、そういうなんかこう、まあ、サイコロ振るじゃないですけど、うんまあ、ここまで決めた後はもう神様の言う通りみたいな感じで、うん、やるところがなんか、はい、あのそれは面白いなって思って、うん、なるほどね、はい、作品のその作り方自体は、まあ、ジェネラティブアートってもうずっと前から存在してて、はい、これなんかアルゴリズムによってもう何千パターンってできるっていうのはもうずっと前から存在してたと思うんですけど、うん、なんかそれが NFT であることで結構グッときた側面とかあるんですかね。あでも逆にですね、ジェネラティブアートってもう全く知らなかったんで、うんうん、あのそもそもちょっと集め出してからうん、あのそういう歴史とかも含めて、うん、後で勉強したっていう感じなんですよ、うん、勉強したんですね。一応勉強しました。えらい。なるほどね。じゃあその論でいくともしかしたら別に NFT 以前にそういうものを知っていて、うんうん、なんか割とにぎわっていたらハマっていたかもしれないっていうところはあるんですかね。あそれはあるかもしれないですね。あの、うん、コンピューターでそういうものを作り出すビジュアルを作り出すってことは、うん元から興味がある方だったんで、うん、そういうものがあって、うん、そういう作品を、まあ、自分でコレクションするっていうことができるんだっていうのがあれば、うん、知ってたら NFT が出る前にハマってた可能性あります、うんうん、あでもコレクションするっていうのは結構重要な要素なんですね。
コレクションするっていうのは多分重要だし、うん、まあ、今でこそそんなにあのロングフォームとかこだわりはないんだけれども、はい、当時はやっぱりそのミントした時に自分のハッシュ値でこのアートの出力が決まりますっていう、うん、まあ、さっき の, そのサイコロ振るじゃないですけど、はい、まあ、そういうところもなんかまあ、あのさ、アーティストがいて、買う人がコレクターがそのミントした、うん、でそこで出力が決まるっていうので、なんかその出力にはコレクターも関与してるみたい な,、うん、なんかそういう言い方することよくあるじゃないですか、うん、まあ、なんかそれっていいなって思ってましたね。そういうところもすごいいいなって、うん、あ、なるほどね、うん、じゃあ多分 NFT である必然性が、そこはね、多分そこはなんかちょっと一つ魅力かなと思ってました、うん、本当に。まあ、今もそういうのいいなと思うのもありますけどね、うん、そこにグッとくるんだったら多分 NFT じゃないとダメな気がする、うんうん、表現単体で言ったら別に NFT なしでジェネラティブアートって全然成立すると思うんですけど、なんかその購入した時に初めて決まってそれが残り続けるっていう観点で言うと、多分 NFT じゃないとなんか、まあ、完璧にそこのロジックを通すことはできないと思うんで。それって聞きたいのは、はい、今までの、いや NFT 以前のジェネラティブって、はい、出力をコントロール、はいはい、作者側がしてたっていう感じなんですか。うん、そうですね、コントロール していたし、なんかそのなんだろうな、購入するということがあったとして、なんかその購入する人のアクションによって決まるっていうのは可能なんですけど、でもそれがブロックチェーンに保存されずに、なんか多くはデータベースとかその作り手が管理しているデータベースとかに保存 しておくので、まあ、後で改ざんもできるし、できるってことですね。そこで誰かが手を加える余地が、まあ、残っちゃってるんですよね、うん、でもそのブロックチェーンに保存されることで、まあ、誰も手を加えられないっていう可能性というか、そういうことになるから、まあ、そのエモさになんかグッとくるかどうかみたいなところな気がする。でもなんかそれが純粋な感じがしますよね。なんか それでもう手を加えられないし、どうにもならないし、はい、みたいな、はいはい、だからコントロールする、その作者側もそれこそ、はい、フィデンザで3つぐらいなんかとんでもないやつできちゃったけど、うん、これもこれだよねみたいな、そうですね、うん、エラー切ってみたいな感じでなんか、うん、そのでもそれがあえて逆に貴重みたいな感じのやつとかも、うん、多分作者がコントロールできてたら、もしかしたら、いやこれなかったことにしてちょっと別のやつ出すからみたいな、どっか調整するからってできちゃうけど、うん、それができないっていう、うん、そうですね。だからなんかその実際的にできるかできないかっていう問題よりも、なんかもう出力されたもので決定されるっていう、なんかそのコンセプチュアルな部分というか、うん、そこのなんかエモーショナルな部分がなんかその良さな気がする。相性がいいとは思うんですよ、うん、ジェネレーティブと、うん、そうそう、その NFT っていう相性っていうのは、うん、ちなみに星田さん、ジェネレーティブ以外の作品ってコレクションしたことあるんですか。あ、ありますありますよ。というか僕の作品買ってくれてるから、真城さんのやつも買ってくれてるからあれか、はい、そうですけど、はい、それ以外とかもありますあります。もともとそのオブジェクトってところで、ちょっと面白いウルグアイの作家でサンチアゴさんって人がいるんですけど、この人ね、ちょっとツイッター上ですごいね、なんか面白い発言を常にしている変な人なんですけど、今も元気に毎日アート発表してるんですよ。毎日一作品は必ずやってて、なんかすごいアブストラクトなやつとか、ものすごいなんかコミカルなやつとか、あと AI にも手出してて、もともと美術の先生かなんかみたいなんですけど、楽しんでるんですね。楽しうん、なんかね、なんかすごい面白い人ですね。なんかスーパーマリオみたいな顔してる人なんですけど、ひげ面の、うん、その人の作品をなんかたまたま、あ、なんかいいなと思ったやつだったんで買ったら、うん、DM が来て、うん、なんかありがとうって言って、あ、でもね、それはね、すごいそれ感じます。だから、はい、コレクターとの距離がめちゃくちゃ近いんですよ、うん、NFT って。そうですね、むしろメソッドじゃないですか、もう完全にそれ。メソッドじゃないけど、でも、まあ、結構、例えば一方通行の時ってあるじゃないですか、う
でそれで終わらせてもいいわけですよ、これアーティストからしたら、うんうん、まあ、アーティストからアプローチする場合はある別として、例えばコレクターからあなたの作品買ったよすごいいいねっていうメッセージが来た時に、うん、そこで終わらせてもいいわけじゃないですか、それスタンプだけとか、うんうん、だけどやっぱりなんか顔が見える、うんうん、その、まあ、ツイッター上でですよ、ツイッターと X だけど、うん、X を通して彼のその彼だ彼女のその過去のツイートもあるわけじゃないですか、うん、なんかその一人の人として存在してるっていうところがすごく感じられるし、うん、国が違っても、うん、でなおさらその国が違うし言葉が違うのにその自分の作品買ってくれたっていうと、なんか多分向こうもそうだと思うんですよ、サンチアゴさんも。なんか嬉しいなみたいな感じになって、うん、でなんかこう話し出すきっかけが作品だったみたいな、うん、そう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 、うん、そうなんですよ。でちょっと DM でやり取りしてて、うん、そしたら1ヶ月後ぐらいにあの紙の封筒に折り曲げないでって封筒の上にでっかく書いて、うん、何のあれ、あのあれですよ、あの緩衝材とかも入れてないただのこれぐらいの封筒がなんかウルガイから届いたんですよ。ああ、なんだこれと思って開けたら、ウルガイから来る途中に折り曲げられそうですよねどう考えてもポストマンにお願いっつって、ああ折り曲げないでって書いて封筒が届いて開けたら彼が描いた水彩画が入ってて、僕それ聞いたな、それいつ話聞きましたけど、それ多分ね、あの前にここの時じゃない時かな、かもしれないですね、うん、勝手にその人が送ってくれたって、でも住所は聞いてるわけですよ、住所教えてって言うから教えたんですよ、うん、でそしたらなんか本当にその、あの手書きのやつを送って、今だにちょっと家に飾ってるんですけど、それはすごい、いいですよね、そう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 、地球の裏から届いてね、あ、そっか、それなんかすごいいい話ですね。なんかそういうストーリーが生まれやすいんですよね、うん、NFT って、うん、まあそうですよね、うん、別にそのフィジカルなペインティングでもできないことはないけれど、うん、なんか NFT とかはインターネット上でメインにやり取りされてるからこそ起きやすい事象なのかもしれないですね、うんうん、そうか、あ、その人ですね、サンチアゴさん、サンチアゴさんはね、そうなんですよ、なんか面白い人で、あのたまに会話するんですけど、うん、今も連絡が来て、たまに会話するんですけど、うん、そうで、なんかそういうつながりが あったってもやっぱりその NFT 入ってすぐにちょうど始めた頃にそういうことがあって、うんうん、まあ、それもコレクションにはまる大きな要因の一つだと思います。まあ、コネクションっていうところが、うんうん、なんだろうな、やっぱり NFT 前以前ってフィジカルで、まあ、僕はやっぱりそのフィジカルで展示してる経験があるんで、うんうん、思うんですけど、うん、なんか、まあ、僕ぐらいのアーティストは別にともかくとしても、ある程度アーティスト先生って言われてる人たちって、うん、なんかこうなんだろう、直接話すのもおこがましいみたいな距離感でいるような人たちとかが、うん、まあ いて、うん、おこがましいというか、まあ話せないですよ、そもそもそんな機会がないとか、ギャラリーがコントロールしてとか、うん、だけど、うん、NFT になった途端に直接 DM 送って、しかもそれが世界中どこでも、うん、だからまあ、分かんないじゃないですか、正直僕も何人かのアーティストとかとやり取りしてて、その人のバックグラウンドとか、うん、なんて言うんだろう、知ってたら、え、すいませんみたいな人でも、うん、結構向こうからラフに連絡来るんで、うん、そうするとこっちもラフで返すじゃないですか、うん、だから、なんだろう、その社会的地位とかそういうのをもう乗り越えて、うん、なんだろう、やり取りできたり、そのなんか関係ないですね、フラッとなんですよね、なんかそのアーティストとコレクターとか、うん、まあアーティストアーティスト同士もそうなんですけど、うんうん、それはなんかすごい感じる。で、まあ、別に上下な関係なく、例えば海外のアーティストとコレクターの、日本に住んでるコレクターが、うん、そのいや今日どう、調子どうみたいな感じのやつを、うん、まあ、それね、まあ、X のおかげもあるかもしれないけど、うんうん、やり取りできるって、うん、ちょっとまあそれ以前のアート文脈というか、まあ、アートの世界では、うん、アート限らないですけどね、雰囲気の話なんですかね、それって。なんかやろうと思ったらでもできるじゃないですか、できるんですけど、世界中のフィジカルペインティングしてる人でも、うん、SNS アカウントがあれば、ね、でも多分フィジカ
多分同じプラットフォームに上がってるからだと思うんですよ。例えば、はい、ここで今でもできますよ、うん、その私のホームに来てくださいでホームページで作品を売ってますみたいな、うん、サイトで売ってます、うん、でもそれって分断されてるじゃないですか全部が、うん、まあ別の場所にはありますね。そうだから、うん、例えばそこで彼の作品買ってあの作品買ってあ俺もみたいなのを例えばディスコードとかなんかそういうまあ例えばそのなんとか、うん、そのグループとか、はいはいはい、まあ、パウチの会だけじゃなくてその多分世界各国でそういうグループとかダウンとかなんか分かんないですけど、うん、それあると思うんですよ、ね、はい、その中で共通認識として一つのものをこう認識するってことができなかったんじゃないのかな、うん、NFT 前前、うん、まあ、できなかったというかそういうなんか流れとかトレンドがなかったからなんですかね。もともと例えばすごい有名な方だったらそれに対して、うん、例えばバスキアだったらバスキアの作品俺持ってるよ権威を持ってるねっていう認識っていうのはすごい、うん、多分距離感として強くなんていうの分かるし、はい、その話でいや俺こういう作品持ってるんだけどそれできるけど例えば、うん、アンダーグラウンドなアーティストの話をそのレベルでできたかって言ったら多分できなかったんじゃないかなと思って、うん、でもそれが今できるじゃないですか。まあそうですね。そう、うん、っていうのは多分そのNFT5 のアートの、その、まあ、NFT 文脈じゃないな、NFT のところに載ってるアーティストに関しては、うん、その、まあ、NFT 村になっちゃうかもしれないけど、うん、そこでは通じるじゃないですか。そうですね、うん、まあそうか、共通のコンテクストがあって、うん、ある程度、なんだろうな、同じスタートラインから始まってるみたいなところが影響してるのかな。ある気はしますね、うん、だから、うん、なんかその残感って言われて残感って分かるじゃないですか、はい、でもここの枠にいない人に残感って、うん、誰ってなるじゃないですか。まあそれはそうだと思いますそうですよねそれはそうです。それと一緒だと思うんですよね、うん、だから真っ白って言われてああなんか聞いたことある。だから世界の裏側行っても真っ白って言って、うん、まああの中にいたら真っ白ねみたいな話はあると思うけど、うんうん、多分そこの枠に外にいる人は、うん、あみたいなジャパニーズみたいな名前だねみたいな感じで終わると思う、うん、まあ、それは多分その、なんだろうな、現代アートとかフィジカルなことをやってる人も同じだと思いますけど、まあ確かにね、だからアートの世界って結構村なので、うんうん、あのそこのフィジカルの世界でも同じことは起きてるとは思うんです。そうですね、だから向こう、うん、あの向こうとかこっちとか言ったらあれですけど、うん、でもそのまあ現代アートとかやられてる人たちのコミュニティでは多分こういうことが多分起こってる気がするんですけど、うん、まあそれが多分世界同時多発的に起こったのが多分この NFT のトレンドで、うん、まあそれがかなりツイッターを通してまあクリアになって見えてたっていうのが大きいのかもしれないですね、うん、それで言うとやっぱりその某コレクターの方がおっしゃってたんですけど、いわゆるルネッサンスとか、うん、そのルネッサンス期と、まあ、そうです、美術の成り立ちになっていく中で、うん、いやでもこの NFT とかその NFT アートっていうことに関しては、うん、すごい重要なんですよっていうことをおっしゃってたんですよ、うん、で僕はまあなんかそのお話を聞いた時ピンとは来てなかったんですけど、今の話聞くとなんかその一回歴史のいわゆる美術の流れっていうのがあって、うん、でここでなんかわちゃわちゃみたいになってるNFT とかが生まれちゃって、うん、個々のアーティストが勝手になんか文脈とか無視して作品発表しだしてでもそれをそのコレクターの人たちがいやでも面白いじゃんって思って買い出してしまってるっていう状況がちょっと困る状況みたいなじゃん、うんことには起きてる可能性もあったりして、うん、いわゆる今までは整備された道の中のものを買ってくださいっていうような流れだったのに、うん、ここで勝手に作品が売れ出しちゃったから、うん、困るんですよね、なんかその整備してた人からすると、うんうん、でもそれがある意味では革新的なのかなって、まあそれはまあ何度も多分そういう業界この業界では言われてきたことなのかもしれないですけれども、うん、まあ、実際それがなんかちょっと目に見えて起きてるっていうのが今のことでもあるのかもしれないとは今ちょっと話聞いて思ったんですけどね、うんうん、まあ、NFT からアートをコレクションしてる、まあ、私みたいな人は多分もともとアートのことをほとんど知らない人っていうのが
うん、結構一定数いるはずで、いますよね、うん、だからあの知ってる人はあれこれじゃんみたいな、あの過去あったよねみたいなものもすごい新鮮なので、うん、あの何でも面白いと思って買ってしまってるっていうのも あると思うんですよ、うんうん、でそれはねあのすごい自分もあって、うん、あのこう、あこれすごいこれすごいって思って、もうこれ昔こういうのあったよねみたいなやつを後から見て、うん、むむっとその自分のあの無知をですねそこで知りですね、はい、あのまたちょっとそれでこう勉強するみたいなのもあって、うん、で結構あの NFT っていうクリプトをやってた人が多分あの2021年とかに大儲けして、うん、こうじゃあどう使うかちょっとお金持ちになっちゃったんだけどどうしようって言って、うん、なんかアート買うのってかっこいいじゃんとかって買うみたいなところもあったと思うんですよね、うんうん、だからあのなんか本当にこれこんな値段するんですかみたいなものも中には多分あったと思うし、うん、そういう人たちがあの多分いろいろとそれをきっかけにあの僕もそうですけどちょっと勉強アートを勉強して、うん、でもまあやっぱこれ好きだっていうのを、うん、あの買うようになってくっていうのでだんだんこうなんていうかその NFT のアートのコレクターも、うん、あのこなれてくるというか、うん、一緒に成長するというか、うん、で成長しないというか別にそういう投機目的の人はまあ離れていくというか、うん、なんか結構そういうので、うん、まあ、ふるいにかけられてる感じは ある気がするんですよね、うん、あの多分それはアーティストもそうだしコレクターもそうだと思うんですけど、うん、なんかきっかけとしてそれが NFT であったって、うん、そう僕は相互関係として、うん、そのいい方向に進んでいくんじゃないのかな、共存できるんじゃないのか、まあ、共存までしなくてもあのなんだろう、アート興味なかったけど、あこれはこれってそのポチさんがおっしゃっていただいたようなことっていうのはすごくいいことだと思うんですよね。いやすごいいいですよ。だって真汐さんのこの展覧会で飾っているこの今回の作品とか、はい、ね、家にあったらいいなって、はい、思いますね。家にあって、おそれはなんかフラグ、フラグですかね。あ、なくなった。飲みやすすぎるんですよ。いや、でもまあそうなんですよ。だから、まあ一つは僕がフィジカルをもともとやってた人間なんで、うん、フィジカルをもう一度やるっていうのはそこまで抵抗がないんですけども、うん、そのまあやっぱりデジタルとかフィジカルとかを最終的には意識しないというか、うん、なんていうの、一つの表現、版画を買う、彫刻を買う、絵画を買うっていうのはコレクターの人たちにとってみれば今の中ではそんなにそこに差異はないと思うんですよ。なんですかね、まあ言ってみれば目の前にある現物買うんで一緒だと思うんですけど、うん、感覚的には、うん、だけどそれプラスデジタルの NFT っていう形には今なってますけど、要はデジタルワーク、アートワークを買うっていうことも、うん、それと同列に考えてもらえるような世界になったらいいなとは思っていて、うん、まあ、それがだから NFT でしょうとか、なんかクリプトを使うんでしょうとかっていうところでちょっと断絶されてるというか、もうこう、こっからこっち違うっていうことになってしまってるのがちょっと残念で、さっきもお話ししましたように、純粋な気持ちじゃないですか。例えばそのこれ好きだから買おうとかってポジさんが思ったことって、まあ一番多分純粋だと思うんですよね。そのいやデジタルだからとか、その なんだろう、フォーマットのことじゃなくて、はい、作品が好きで買うっていうことっていうのはもう多分すごくピュアだし、うん、ピュアだとは思うけど、うん、でもそこになんかちゃんと納得してお金を払える人って相当稀有だと思いますよ。まあ確かにね、自分のこう服を別に着れないのになんかデジタルの服を買うってなんかわけわかんないじゃないですか、まあ、今の感覚だと、うん、だからね、僕としてはこういうフィジカルなペインティングを買うのは、まあ、家に飾っておくし、うん、あそこに飾ろうかなと思って買うのはもうすごく納得いきますけど、うん、そのデジタルのものを買うってなった時になんか多くの人がなんか納得感を持って買ってもらえるかどうかはかなり怪しいと思ってて、うん、
まあでもそれはなんかデジタルギャラリーをやってるオーナーの方がそれを言ってるっていうのはすごい面白いですね。だから僕はこの、まあ、デジタル作品であっても、まあ、飾れるようにしたりとか、うん、そういうことを やりたいと思ってるんですよ。フィジカルに落とし込むってことですか？うん、まあフィジカルというか別にそれはあのデジタル上でもいいんですよ。バーチャル空間とかがもっと日常的なものになったらそこで飾るでもいいんですけど、買った後の体験をどう提供するかまで考えないとダメだなって思うんですよ。だから多分それは過渡期だと思うんですよ、うん、多分なんだろうな、僕多分今の僕が言ってる理想の話って、うん、もしかしたら10年単位の話じゃなくて100年単位の話かもしれなくて、うん、まあ少なくとも僕が生きてるうちに実現することはないかもしれないですけど、うん、なんだろう、フィジカルとデジタルっていうところのこのボーダーが削れてきて、うん、いやもう同じじゃんっていうぐらいになってきたな。でもそれって多分なんかバーチャル空間とかが当たり前の世界になった時の話じゃないですか。そうですね。物理的なものっても圧倒的に物が目の前にあるから、うん、なんかそこの強さってすごく揺らがないと思うんですけど、うん、デジタルのものをなんか日常的に見るためには多分スマホで見るとかパソコンで見るっていうのが必要じゃないですか。その何か間接的なインターフェースが必要で、そう、だから生まれた時にもう決まりとして脳にあのデジタルとぐらいの話にならないと無理かもしれないですけど、うんうん、だからポチタさんみたいにそのずっと継続的にあのデジタルの作品を買い続けてる人のモチベーションとか何ですかね、それが知りたい。なんかあのあの単純に面白いっていうのが一つ、うんありますし、うん、なんかちょっとずつこうアーティストの人たちもあのシーンも変わってきてるなっていうのは最近よく感じてて、うん、例えばのバースっていうあのロンドンがありますけど、やっぱりデジタルアートに特化しつつも、うん、ちゃんとあの、まあ、フィジカルとしてプリントとして展示するのかとか、うん、あ、まあ、ほとんど徹底しますよね。展示しますね。で、あのもうデジタルで液晶モニターで鑑賞するものだっていう作品もちゃんとそれにふさわしいディスプレイを用意して、うん、あの展示を行って販売するとか、うん、まあ、なんか徹底してその鑑賞する時のなんか体験みたいなのにはちゃんとこだわって販売してて、うん、で、まあ、やっぱりアーティストの人がデジタルであっても、例えばジェネラティブだったらこのジェネラティブアートはコードが絵を描き出した後、これを例えばその、まあ、A3 のサイズの紙にプリントアウトして額装して眺めるものなんです、うん、ぜひそうしてくださいって、うん、もう最初から決めるべきだと思うんですよ。なんかその分かる、どういう出力を、うん、どう鑑賞してもらうかっていうところまでちゃんとアーティストの人が、うん、あの決めて、うん、こう鑑賞するものですよって、うん、今まだちょっとなんか曖昧になってますけど、それをちゃんと言うと、うん、あの NFT って多分今回真城さんやられてるみたいな、うん、NFT っていう所有権とそれに対するなんかあの、まあ、今回これフィジカルですけど、はい、まあ、でもデジタルであってもあの例えばあのもうブラウザーで鑑賞するアートなんだけど、これはあの16対9の縦型のモニターで、うん、絶対に 4K 以上のモニターで見てくださいねみたいな、例えばそれ、うん、じゃないとこのアートの良さ分かんないんでって言って、うん、っていうちゃんと条件が書かれてるんですね、うん、っていうアートもあってもいいと思いますし、あとあのそうで、あのスマホでもスマホっていうインターフェースでも楽しめるっていうのがこのアートのコンセプトなんで、うん、これはスマホで見てもいいし、うん、横長のモニターでやってもいいし、完全レスポンシブルで、うん、あのどんな携帯でも見れる、それがコンセプトなんですって言ったらそれはそれでもいいし、うん、でもそれってアーティストが決めることだと思うんですよ。でそういうのがちゃんと決まってあのフィジカルとセットで販売するとか、モニターと一緒にセットでするとか、うん、そういうのがもっと多分あの販売するときに明確になっていくことで、うん、デジタル由来のアートっていうのが
あの、うん、もっと正しく楽しめるみたいな感じになっていくんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、あの 今の流れを見てて間違いない。いやもう 180% ぐらい同意ですよ今ね。もうその通りだと思ってて、すごい困ってる。いやもうめっちゃめっちゃその通りだと思うんですよ。だからなんかその自分の作品をどう見られるかのところを考えないアーティストがもう多すぎだと思っていて、だからそれを今躍起になって考えているのがいろんな人だと思っているんですよ。だから NFT にもするしプリントも配るしみたいなのってすごく宙ぶらりな状態だと僕は思うんですけど、だからその自分の作品がどういう環境でどういうなんか出題で見られるべきかっていうのをなんかちゃんと考えるのが結構大事だと思ってるから、その今のねあのアポシタさんの話はもう完全にそれだなと思って。最近モニターアーム買ったんですよ。4K モニターで縦にして、すごい、なんでかっていうとジェネラティブアートとかも縦の構図で出すやつが結構多いですよね。多いんですよね、うん、で結局横型だとすごいこう大きさが限られちゃうし、うん、で 4K のそこそこ大きいもので縦にすれば、まあ、それなりの大きさで額装したぐらいの大きさで鑑賞できるし、うん、大きくしてみるとすごくディテールもよく分かって、うん、でまあ、やっぱりこう縦のフレームで見るのと横で見るの全然違うんです、印象が。知らなくてこう見たらここが分断すると真っ黒じゃないですか。そうなんですよ。だから非常に今までちゃんと作品を正しく見てなかったなって思って、うんうん、でもねそれはねコレクターの人でそこまでやってくれる人なかなかいないですよ、うん、もう持ってたら OK みたいな感じでこれでもいいじゃんみたいな感じでやってる人多いから、気づいてないんですよそれは。だってでもこういうものがあったらみんな欲しいじゃないですか、うん、それと同じじゃないですか多分デジタルフォーマットであってもね、うん、むしろなんかそのデジタルであることに価値があるんだったらなんかそういう、あ、だから新上さんあれか、その鑑賞するものまでセットで売るっていうのはそこに起因してる、うん、いやそれはそうですよ。だって、うん、それをフィジカルなペイントにしちゃったらなんかその作品の良さは失われてしまうものって結構あるから、うん、そういうものはやっぱりデジタルの状態で飾れ鑑賞できないとダメだと思うんですよね、うん、動いてる動いてないに関わらず、そうですね、動きに関わらず、まあ、その作家のコンセプトによりきりなんですけど、うん、そうそう、なんかね、でも昔 の, 4対3のブラウン管のテレビで見るのであるっていうコンセプトの作品があったら、そしたらもうそうブラウン管のテレビとセットで見なきゃいけないんですから、うんうん、そうそう、ね、だからそういうこういう環境、こういう条件で見るものであるっていうのもまあ一個のスタンスだし、うん、逆に今どんな環境でもいいですよっていうのも一個のスタンスだとは思うんですけど、うん、そういうなんか態度を示しているっていうのが、それが意思が入ってるかないかだっていうことですよね。うん、そうですね。作家がそれをコントロールしてるかどうかっていう問題だと思うんですよ。だから新上さんが言うように、うん、これじゃなきゃダメですよって作家が言ってるのか、うん、いやこれでも何でもいいですよみたいな感じで、うん、でもそれには多分作品の作り方自体もそれで変わってくると思うし、うん、そうそう、うん、つまりそこまで考えて作ってるかどうかっていう話だと思います、うん、だから多くの人は多分そこまでは考えてなくて、考えてないですね、うん、だって雑談もそうそう、今のアーティストは雑談も、うん、っていうところによりけるような気がしてるけど、僕はそこをちゃんと考えたいって思ってるから、うん、その星田さんの話ではもう 800% 同意例えばそれは、例えば地球の裏側とか、うん、はい、もう本当にアメリカで展示されますって言った時も、うん、それ遵守してくださいねってアーティストが言うのか、うん、まあ、そこはそのアーティストによるっきりだと思いますけど、遵守してくれって言うんだったらなんかそれだけの多分価値があるんだろうなっていうポリシーがあるんだなと思うから、うん、素敵なスタンスだと思いますよ。うん、うん、それをだから再現性っていう意味で言うと、再現性というかその、ああ、難しいなと、今の段階では、はい、そこまでのリスペクトというか作家がコントロールできない領域があるわけですよね、うん、はい、そうするとまあまあそれはしょうがないですけど、うん、で僕がアメリカで展示してくださいとかヨーロッパで展示して作品送ってくださいってあるじゃないですか、はい、そのモニター指定とか解像度指定ってできないわけですよね、うんうん、
いや、あそこまでのなんか厳密な指定は別に必要ないかもですけど、うん、なんかせめてこれはなんか、まあ、例えば個展とかね、うん、なんかこのデジタルフォーマットで見る作品であるとか、プリントとして見るのが良い作品であるとか、それぐらいの定義はなんかあってもいいんじゃないかと思っていて、まあ、そういうところまで考えてるかどうかっていうような話かなと。だから、まあ、要はこっちがちゃんと考えてますかっていう話ですよね。そうですね、まあ、作る人がそこまで考えているのかなっていう、まあ、それはすごい大事だと思う、うん、だから今までは結局、まあ、ジェンアートは分からないけど、少なくとも僕らワンオブワンのアーティストにとっては、まあなんだかんだ言って NFT にして出力すればそれで OK だよねっていう、うん、結構そこまでの考え方でしかなかったっていうのはあるんですよ ね。もう作る側の観点じゃないですか、それって。そう、完全に。で、じゃあそれ展示される時にどんなモニターでもいいですよとか、うん、その雑すぎるそう。で、やっぱりその時に、まあ、やってない人もいますよ。でも今こうクリプトだったり、ま、NFT のマーケットがちょっと下がってきたり、まあ、クリプトは若干復活してきましたけど、その時にやっぱり疑問を持つ人ってすごくいて、で それが世界同時多発的に別に口合わせたわけではなく、例えば日本だけでも可愛いスカルさんとか前さんとか、別に僕と前さんとか可愛いスカルさんが一緒にフィジカルやりましょう今のタイミングでって言ったわけではないのにやってるわけですよ、うん、でこれって別に日本だけじゃなくて世界中でやってるんですよ、みんなが。でそれはまあ変わりますよ、いろいろそのフィジカルをやるのか、あの例えば動かなかった作品をこう動かすようにするとかもそうだし、うん、いろんなこう試行錯誤をやってる、うん、でこの試行錯誤をいろいろ同時多発的にやってるってことはみんなが同じことを感じてるんですよ、無意識に。意識的なのか無意識なのか分かんないですけど、うん、言語化すると二宮さんが今言ったような感じになると思うんですけど、だからまあ今そういう時期なのかなっていうことと、やっぱりこれを経てじゃあどうするってなった後の世界っていうのは、うん、結構それなりに面白いものになるんじゃないかなっていうのを僕は期待して。ではいますけどね。期待してるっていうか、僕もお前もどうなんだろうって話だけど、うん、まあだから僕はその一つの点、あの形としてこういうフィジカルで一回、うん、あの、うん、制作して最終出力フィジカルにする。フィジカルにしちゃったらもうどうにもならないですからね、うん、あの縦にしようが横にしようがとかいう話じゃなくて、もうこれしかないから、うん、極論なんですよ、うん、ある意味では、うんうん、で今回証明書とその作品っていうのははっきり分けちゃったから、うん、例えばその作品だけの部分を切り取って NFT にしてたら、まあ、モニターでも飾れるみたいな感じになっちゃうけど、うん、それもやめましょうみたいな話を二宮さんと話してやめちゃったから、うん、そうするともう別に証明書飾っててもねって話になるし、そうするともうこれしかないから、うん、もう今回の作品はこれなんで、はい、フィジカルなこれが、フィジカルのこれが最終形態っていうのを割り切っちゃったんで、うん、ある程度やっぱりそういうあのデジタルでも、うん、もうあの何対何プラス解像度これぐらいで、うん、でこれぐらいでこれでみたいな、もうこの何だったら何っていうメーカー何っていうモニターで展示してくださいぐらいの、うん、ピンポイントでいく、うん、それじゃないと再現できませんぐらいの、うん、やつをやっちゃったら、うん、まあまあそれがアーティストだよね。それはね、極論かもしれないけど、うん、でも結局作品を売ってるんだから、その買ってくれた人の手に渡った後にどういう状態で楽しんでほしいかっていうのまで考えないとダメだよね。だから一層そこまで言うんだったら、そのモニターも一緒につけて、そうそう送ってこれを飾ってくださいっていうところまでいかないとダメってことだよね。そうですね、まあダメじゃないけど、そうあった方がいいよね。まあまあね、うん、理想としてはそうですね、うん、いや本当デジタルってね、あのモニター一つ取ってもその人の環境で全く色が違うとか、違いますよ、ありますからね。全然、やっぱりそのプロ そのデザインの業界とかでちゃんと色のキャリブレーションしたやつ、モニターとかで、あのちゃんとチェックしてとかっ
っていうことをしてアウトプット決めてるのが、うん、あるじゃないですか、うん、やっぱそういうとこまで責任持ってこの色なんだっていうのをやろうと思ったらやっぱモニターも指定しなきゃいけないとか、まあ、なんなら、ね、ちゃんとこうもうフィジカルにしたものを販売するとか、うん、なんかそういうことにも、ね、なってくる、まあ、ベストのね、うん、作家の人がちゃんと思うベストの環境みたいなのって、うん、なんか定義されてるべきなんだろうなと思う、まあ、だから実際にそれを再現していただく必要はないにしても、うん、アーティストがそこまで考えてますでこういうふうにしてくださいっていうアナウンスをしているだけでも価値はあると思うんですよ、うんうん、でちゃんとそれはこっち側はこうしてるけど向こう側はそれはちょっとお金とかなんか状況とかいろんなことにとで再現できませんけどっていうのはまあ仕方ないと思うにしても、うん、こっち側それぐらい考えてますよっていう姿勢を見せるっていうのは、うん、二宮さんの話を聞くと、まあ、確かにそれは大事なんだろうな、うん、とは思いますね、うんうん、ちなみにちょっと時間的にもうそろそろなので、はいはい、お聞きしたいんですけど、うん、どうですかこの展示は。この展示すごいいいと思います、ね。って言うしかないですよね。いや、全然ダメとかって全く思ってないですし、その思ってても絶対言わないですけど、本当心からいいと思いますし。思ってても絶対言わないですよね。すごい、その本当に前もさっきも言いましたけど、白い作品とかもすごい好きだし。あ、白のね。はい、すごい。だからまあ最終出力っていう意味ではもうフィジカルに関しては最終出力も何もないというかこれ以上どうにももう開けっ広げっていうかどうにもならないじゃないですか、はい、見たまんまっていう、うん、でもそれって現地で来ないと見れないっていう、うんうん、まあ新浪さんとも話したんですけどいわゆるディスプレイで展示する作品ってさっきのような問題があったりして、うん、でじゃあ会場に来る必要ってどれぐらいあるのかなっていうこともあったりすると思う、うんではい、でまあ僕はもともとデジタルのアーティストではないというか、まあ、デジタルというか NFT ベースではあるけれども、うん、そこをどうにかこうにかしてなんかすごくテクニカルなことできるわけではないので、うん、じゃあもう一層フィジカルでやるかっていう割り切りというか、うんうんうん、だからもう見たまんまですみたいな、うん、もうこれが全てですみたいな感じなので、うんまあ、そうしたときにどう感じていただけたのかなっていう感じなんですよね。まあ、でもやっぱりね、デジタルで、デジタルでなんかこう、絵画っぽい表現をしたりとかっていうものとかは、まあ、プリントしたとしてもね、本当にこう、その、絵の具の感じとかをデジタルでこう真似してるに過ぎないので立体感とかもないですし、うん、まあそうなんですよね、うん、だからやっぱり全くその存在感が違うし、うんまあ、展示来ないとちょっと分かんない良さみたいなのって、ね、来て感じますしね、うん、ありがとうございます、うん宣伝的なコメントを言われたけどいやでも本当にそれは多分実感していただけたらいいなと思うのはやっぱり実際に見て感じるってすごい大事その質量とかその意外と見てよく見たらこうなってたんだって多分その NFT ですっていう形でももちろんそれはそれでいいんですけれどもフィジカルの良さもあるっていう、うんそれを両方感じていただけたらいいなという、うんうん、あってで、まあ、今回 IRL 要はまあ実際にここに来ていただいて見ていただく展示をやるにあたって自分がじゃあどうするのかって言った時に、うん、そこに来てよかったっていう単純に思いを持っていただけるかどうかだけをフォーカスしてるって、うん、そういう意味では僕の答えとしてはこれが一番最適解だったのかなとは思う。これやった後どうするんですか？またデジタルに戻るのか。あ、同じですよ。同じ、うん、平行ですっていうのは結局これをやったっていうのは、まあ、何度か話してはいるんですけど、うん、自分の中でじゃあなんでデジタルなのかっていうことを求めた時に
自分の中で納得したかった。だからそれすごくパーソナルな話があるんですけど、なんで自分がデジタルで、要は僕の作品ってご存知の通りちょっと何ですか、デジタルだけどアナログっぽい質感だし、うん、その動かないし、じゃあ、うん、なんでデジタルである必要があるのっていうのを求め、僕自身が納得しなきゃいけなかったりはしたんですよね、うん、でそこの時にやっぱり、あ、でも僕はこれはデジタルであるべきだったっていうことを学ぶというか、まあ知る、うん、段階で一回フィジカルをやるっていうのは必要だった。さっきあのお話したと思うんですけど、このテンションの話もそうなんですけど、うん、結局デジタルだとこういう絵になる、でもフィジカルだとこういう絵になるっていうことが自分の中でこうクリアに分けられたので、うん、あ、じゃあ僕はこういう絵を描きたいときはデジタルじゃないと描けないっていう、それはもうここに違いです。僕じゃない人だったら、いや同じテンションで描けるっていう人もいると思うんですけど、僕がやるってなったらそうなるっていうことで言えば、うん、じゃあ次の真城さんのデジタルの作品は楽しみですよ、これは。いや、だからそれみんな言うけど変わんないって言ってるんですよ。いやいや変わりますよ絶対。だってこれだけデジタルである意味を考えてこういうフィジカルの展開があって次にデジタルをやるんだから、これは変わりますよ。そういうハードルを上げないでくださいって変わんない。いやいや期待しちゃいますね確かにないですよ、もう出しにくいですよそんなん言われたら次の作品もう出さないですよもうあれですよ、ライ麦バカ畑で捕まえてみたいな人みたいになっちゃう出てこないですね。あの壁囲っても出てこないみたいな。ああ、はい、まあ真城先生の次回作に期待ということで。そうですね。はい、結構いやもう本当にマジで変わんないです。変わんないです。変わんないねっていう結論でもいいですよ。うん、ね、でもそういうのも含めて楽しみですねっていう着地でしょうかね。そう。触れなくてよかったところに。そうですか、ね、そうですね、そこ気になりますよね、うん、コレクター目線からしても変わんないです。あ、でも新沼さんと一緒に仕事します、今度。あ、そうなんですか。あ、ちなみにちょっとこれまで余計な話ですけど、はい、あの真城さんの作品って結構ジェネラティブアートと間違えられることが多くて、はい、あのテンダーっていうジェネラティブアートのプラットフォームがあるんですけど、はい、ありますね。ジェネラティブアーティストっていう中に真城さん入ってましたあれを消してもらったんですよ。あ、はいはいはい、消してもらいました。え、消してもらいました。多分消えてるはずですけど、わかんないです。あの結構海外雑なので残ってるかもしれないですけど、はい、あれは一応いろいろあるんです。いろいろあるんです。てか、まあ、僕の作風上、はい、どうしてもジェネラティブアーティストに間違えられるんで、はい、今日もお客さんで、え、ジェネラティブアーティストじゃなかったんですかって言われてますから。あ、そうですか。いや、わかりますけどね。なんかすごくあの勘違いされるのもわかりますけど。でも、ジェネラティブアーティストの方から言うと、これは絶対ジェネラティブじゃできないよねっていうところがあるらしいです。うん、あ、いや、まあそうでしょうね。うんうん、まあそうですね。ちゃんと真城さんは設計してやられてるんで、うん、まあ、コードではコントロールできない部分があると思います。はい、はい、まあ縁も竹縄というのがまあまあ結構お話できてそうです、はい、と最初どうしようかなと思って、いや、そうですね、南さんが進んでいけると話してくれたんではい、こんな感じでいいですかね。うん、はい、今日ちょっと飲みすぎましたね。1本なくなったもんな。1本なくなることなかったですよ。開いちゃいましたね。のりさんとでもトシさんの時はなくなったかな。うん、あ、そう。皆さん風の森おすすめです。次は2本用意していきましょう。はい、まだありかあるからね。新田自然史と健康一健康一も美味しいんですよこれも美味しいし、このね、あの、はい、ちょっと僕の仕事の方がお酒紹介コーナー、新田自然史、あ、今日もらったやつ、これは昨日もらいました。そう、これはね、女性の、あ、やめましょう。まあ、美味しいんですよ、うん、日本酒ね、ほんともったいないです。あのワインって何年ものってあるじゃないですか一回閉めますよ、もうこれ。あ、はい、やめましょう皆さん日本酒飲んでください。日本酒ね、うん、こう来たら真城さんが振る舞ってくれるんで、多分
あればね、うんうん、在庫があれば。在庫常に 何かしらあるんだ。あるし、まあ、ウイスキーもあるから、あの飲みたいって言ってくれたら、僕はあの飲めるかどうか分かんないんで、来てくれた方が、うん、言わないけど、あの飲みたかったらもう言ってくれたら出しますよ。うん、あのボーモアンは。お酒は OK なスタンスなので。あのスコッチウイスキーのボーモアン。うん、はい。はい、あのビールもあります。はい、お酒の説明をしたところで、じゃあ、はい、こんな感じで今日はね、終わりましょうか。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、そう、すみません、ポチタさんのプライベート的にちょっと映せなかったんですけど、ポチタさんいるんで、はい、ありがとうございました。あとの説明で、ちょっと顔映せないやつ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。